じゃあ、こっちも。3、2。ついてない。3、2、1。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組とメールっておりますが、もちろんメールじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方、夏美さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いします。はい、今コーラ飲んだかと思った。コーラ飲んでないけどね。コーラ飲んでないけどね。何、ゲップでそうだったの？そう、ゲップでそうだった。そういうこと、うん、そういうこと、はい、分かりづらいな。オブラートにコーラって言ったんだよ今。いや、分かりづらいよ。オブラートにコーラって言ったらゲップって言いよった。普通にゲップでそうだったでいいでしょう。うん、はい、ではあのメンヘラジオ第95回の収録となっております。はい、はい、今日も元気でいきましょう。はい、メンヘラジオね、いつの間にかもう第95回で95回、100回記念何かやろう。100回記念、うん、なんかありますかね。カラオケ大会しよう。100回記念のカラオケ大会、うん、番組で、え、番組で、番組内で、うん、違う、オフ会。オフ会もっと後。それやだよ俺、あのただでさえ人見知りなのに初めて会うかもしれない人たちとカラオケなんて俺絶対無理だよ。楽しめないよ俺。今のうち言っとくけど無理ですって、うん、夏美さんだけご参加しますその場合は。はい、僕は送迎に徹したいと思います。マジか、はい、そういうの乗ってこないタイプなんだね。そうですよ。そうですよ、うん、緊張しちゃうからさ。あ、そう、気使っちゃうじゃん。気使うね。だってこっちがホストなわけでしょ。ホストって何だよ。要は主催者、主催側、主催者なわけでしょ、うん、主催した側は楽しめないでしょあんまり。ああ、あの、もてなさないといけないわけだから。あ、じゃあ誰か来週夏の誕生日やって。何それマジで。すんごい適当な発言。怒られる。怒られる。あまり、ね、夏美は本当怒られるよ。あまり適当なこと言ってたらすぐパチメカされるよ。ごめんごめん。いや、いいんですけれども。なんでなんで、まあでも本当にね、夏美さんあともう少しでね誕生日もありまして、うん、はい、来週、まあ水曜日次の収録の時には誕生日をもう終えてるって感じかな、うん、はい、では、40歳の夏美と39歳の健太でお送りするメンヘラジオ、うん、よろしくお願いいたします。よろしく。教えて夏美先生。ふむ、はい、教えて夏美先生のコーナーでございますけれども、うん、でもあのツイキャスも来てるよ。はい、あ、じゃあ先にツイキャス読んでいただこうかな。はい、はい、ペーターさん、あ、はい、ドーン忘れてた、ドーン。ツイキャスでね、夏美さん顔がもうブルーでね、ドーンって出てますんで。そう、かっちゃんさん、はい、こんばんちょい。はい、かっちゃんさん、こんばんちょい。挨拶かわいいね、こんばんちょいって。はい。で、埼玉の郷さんは、お、郷さん。風呂で手挙げてるマーク。あ、お風呂入ってたのかな。あ、そうかもしれない。今から行くのかな。今、なんならお風呂で聞いてるのかもしれない。あ、風呂なのかもしれない。武蔵さん、夏美さん、健太さん、お帰りなさい。ラジオ収録の生配信、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、日本撮りの、ね、本撮り目。楽しみましょう。はい。ペーターさん。ペーターさん、夜のお兄さんじゃないよ、ホストは。ホスト主催者、さっきの話ね、うん、さっきの話だね、はいはいはい、夏美さんがホストって何って感じだったからね、うん、そうだね、うんうん、かっちゃんさん、ケロロ
ケロロ軍曹のスタンプを送ってくれました。おえ、あとお団子を3つもらっちゃったよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、後で食べますさっきね、うん、それこそ夏美さんの あの誕生日のことに言及したんですけど、うん、この第95回か、うん、が、本放送で流れる頃にはもう、うん、それこそ誕生日終えて、はい、無事レベルアップ。なので今現在ね、これを本放送で聞いてる方はもう40歳の夏美ですよ。40歳の夏美だって、はい、そう、どうするよ。そういえば夏美さんね、最近あの、うん、普天間中学校のところで、普天間中学校のところでってか、普天間中学校でね、うん、中学2年生、3年生を対象にしたあのなんていうのかな、福祉講話といいますか、うん、やってますけれども、そうなの？実は、うん、そうなの？それ言っていい話なの？言っていい話だと思うよ。え、そうなの？うん、だって実際にやってるわけだし、道徳の時間にね、まあ、やってます。心の病気についてと言いますか、うん、こんなのがよ、こんなのがやってるんだよ、はい、夏美さんがやってますけれども、いやいや、夏美さんはやってない、やってるけど、まあ、夏美さんとね、うちらのお世話になって金浜さんを中心にですけれどもね、はい、夏美さんと基本的には3人で回ってる感じかな、うん、僕がねちょっとお仕事がね、事業所を開けないといけないので最近はもう行ってませんけれども、うん、中学生を相手にした授業いかがですか、やってみて。ガクガクブルブルしてるわよ私は。あー、それはなぜですか。え、だって子供苦手だから。子供、うん、子供っていうのは中学生も一応子供に含まれるんか。うん、まあそうか、うん、何歳までがダメとか、何歳ぐらいの子たちまでがダメとかあるの。ちなみに子供は苦手だよ。だから何歳ぐらいまでって聞いてるじゃん。若い子がダメなの？高校生ぐらいになるとどうなる？あのね、はい、小学生はちょっと苦手だし、うん、中学生も少し苦手だし、うん、高校生、うん、も苦手だな。あ、じゃあ10代の子がなんかちょっと苦手っていう感じなのかな。いやでも若い20代の子も苦手だし、うん、30代になってきたらうちらよりちょっと下か、うん、はあ、苦手だな人類みんな苦手じゃん、そしたら夏美人類全員苦手説、うん、だからそのそれをかそう考えたらそのなんていうのかな、中学生のね生徒たちの前で立つのも、うん、そこまでビビらなくてもいいんじゃないの。え、緊張するよ。あ、だから緊張はするだろうけどさ、うん、怖いっていう感覚はさ、うん、全世代にあるわけじゃん。うん、ある、うん、だからそこまでビビらなくていいんじゃない。え、わかんない、何言ってんのかわかんない、ね、わかるまあ感想はでもガクガクブルブルでなだけ、なんか手応えとかさ、子供たちに心の病気について伝えれてることについて、うん、なんか感触みたいなの、あのリアクションがどうだとかさ、うん、終わってから、うん、あの喋りかけてくれる子とかもいるし、うんうんうん、あとはなんかなんだ、あの自分も自傷行為やっちゃってるよみたいな子もいたし、うんうんうん、うん、え、うん、なんかあんまり緊張で何も覚えてないみたいな感じなんだけど実はってやつ。あ、緊張するとさ、うんうん、ペーターさんが年下が苦手とって言ってるけど、年下でも上でも多分苦手だはず、うん、あの大勢の人がいたら、うん、その一人一人に、うん、待って、あの10人いたら、うん、10人脳みそが10個脳みそがあるんだよ。まあそうだよ。で、うん、10個のお味噌があって、その一つ一つがいろんなことを考えて、うん、それが脳から体に伝わって、うん、いろんな動きをするわけじゃん、うん、そういう脳味噌が40人いたら40個一人一人
あるから、うん、なんかそれを考えたら怖いんよ。考えない方がいいじゃない。考えない方がいいって言われたけどさ。考えてしまうの？考えちゃわない。いや全然。いや単純に思わん？ビビらん？いや人がいたらやっぱ緊張するけど怖いっていう感覚はあんまりないかな。脳みそが10個あっても？いやそれは脳みそつけて見えてたら怖いけどさ、普通に人だよ、対人、別に姿形がさ大きく変わるわけでもない、うん、人たちを前にして怖いっていう恐怖心みたいなのがないかな。あのきっとさ子供の時にさ、なんか、うん、容姿のことでさいじられたりしてたからさ、うん、これも中学校でみんなに言ってるんだけど、容姿をいじられることで、うん、そのなんていうの、自傷行為が始まったり、始まったり、トラウマみたいなものがね生まれたり、うん、発動されたりしてるわけだから。ああなるほどね。多分だから当時のことを想起されるから。そうだってさ、全校集会の時にさ、うん、大勢のさ全員の前でさ、何年何組の中村夏実の体重は48キロとかって言われるんだよ。その当時48キロは重いわけよ。はい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 。その夏が多分小2とか小3とかだった。平均は超えてるみたいな。めっちゃ超えてるわけ、うん、超えてた時で、うん、何十何キロってめっちゃ大きな声で言われて、うん、もう同級生も下級生も上も下もみんな、うん、中村夏実って何組のどれ誰誰、あれみたいな、一気に集まる感じかな。もうさ地獄だよ体育館なんて。まあまあそういったトラウマがあるんであれば、その怖いっていう言い分もなんとなく理解はもう怖いできるかな。マジで怖い、うん、トラウマを刺激されるからこそその当時のことを思い出して、うん、そのなんていうのかな、当時の年代だった子たちを前にすると、うん、今でもその当時感じた、はい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 、古傷が痛むんだ、嫌な思い出が蘇ってきて、なんかちょっと震えが来るというか緊張したり。そうだって体重の書いてある通知表をクラス全員に回し読みされるんだよ。はい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 、もうまあちょっとしたいじめみたいなもんだからね。からかいだった、からかいみたいな、いじりというかね、うん、もういいよね。そういうのがあったらやっぱりデリケートじゃない、っていうのはあるかもしれないね。夏にデリケートじゃない、うん、だからさ、なるほどなるほど、よくないよああいうのは、よくない。まあでもそういう恐怖心みたいなものを押し殺して、うん、授業で、うん、子供たちに伝えてるのは偉いね。そしたらね、うん、偉いっていうか、うん、そう、安心してほしいのよ。相手をどう、心の病気になっても心の病気になっても、うん、こんなでも生きている夏実さんいるから安心してって思う。あ10代の子たちにね、うん、もう20年そこらから経ったとしてもこうやって生きていけるし、うん、周りの人の支えもきっと助ける人もいるからみたいなことでね、うん、そういう話をさせてもらってるんです。ああ素晴らしい、まさしく夏実先生的な動きをされてる夏実さんですけれども、本当だな、うんうんうん、中学生に対する授業っていつまで続くんだって、今年年内続くんだってか、来年もか、来年まであるかもね。ああ中学3年生も対象になるって言ってたもんね、うん、うんうんうん、そやでね、俺もちょっと自分のこととかね話せたらいいんだけど、意外とね、中学生に来てほしいんだよ。中学生の授業ってね短いのよね。なんか当時はすごい授業時間って長く感じたけど、うん、実際に45分か、うん、授業入ってみるとあっという間に過ぎていって、ね、授業をする立場になって思ったけど、うん、すごい先生ってね大変な思いして、その凝縮された1時間45分か、うん、1講師っていう45分の授業の間で、うん、すごいちゃんと考えて授業をされてたんだなっていうのをね。そうだよね、うん、だからそれ考えた時に先生って本当にすごいなって、この年になってさ、なんか改めて思ったよ。授業つまんねえとか思って聞いてたけどさ、うん、うん、当時は、うん、もっとねこれを聞いてるリスナーさんの中に若い子がいたら、うん、
先生たちすごい頑張ってるよ本当に。うん、頑張ってる。うん、だからぜひね、称えましょう。ちょっと聞いてほしいよあれね。うん。うん。そうだね。うん。そう思ったさ。聞いてほしいね。やって。まあ、ね、いい子たちばっかりなんですけどね、蓋を開ければ。うん。いい子たちばっかりだね。あのうまくっぽい子たちもいるけどね。うん、いるけど。うんうん、基本的にはあの講義というかね、授業自体ちゃんと聞いてくれてるし、うん、あ、健太さん最近ね行けてないって言いましたけど、最初の2回ぐらいはね、うん、ちょっと顔出せたんで、うん、はい、今後もしかしたらまた顔を出せる機会があるかもしれないので、うん、はい、あの僕のねギャンブル依存症のことについてもちょっと、うん、中学生に合わせた形でね、うん、ちょっとメダルゲームとか、うん、ああいうのに夢中になる子がっているじゃんね、やっぱり友達の中にもいた記憶があるの、うん、あの UFO キャッチャーとかにね、うん、めっちゃやたらとお金入れて取るまでやり続ける友達とかね、うん、周りにいて、俺自身もどっちかといったらそっちのタイプだったから、そうそうそう、やっぱりなんかねお金をつぎ込んだからには、うん、もう取るまでやる、あるいは自分のねお小遣いがなくなるまでちょっと挑戦をするみたいなさ、そうそう、バス代がなくなって歩いて帰るみたいなこともしたりしたから、当時からだからやっぱりそういうギャンブルの的なねところはあったから、うん、そういう子がいたら気をつけてねみたいなね、うん、ことも言えるし、うん、ちょっとバージョンをいろいろ考えてはいたんだけど、うん、なかなかねやっぱりさっきも言ったように授業がね45分という短い授業だと、短い時間っていうのはね、うん、マジであっという間に過ぎていく、ね、うん、だからね、まあ機会があればと思っているんですけれども、うん、はい、では、結局教えて夏美先生のコーナーはねまた来週再来週に持ち越しということで、え、本当？はい、ここからは楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、うん、プレイステーションポータブル用ゲーム、うん、PSP ね、のとある科学の超電磁砲レールガン、うん、とある科学のレールガンのオープニングでだった Way to Answer フリップサイドです。どうぞお聴きください。はい、はい、はあ、やっとちょっと暑さ取れてきて眼鏡が曇らなくなった。全然もう暑くない。うん、今は、あ、気持ちいい、壁気持ちいい、あ、眠いね、壁気持ちいい。10時にやってもうやがて11時でしょ、もう近かったらもう寝るだけだね。そうだね、うん、皆さんもう寝る時間ですね。ほんとお仕事皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日金曜日でね、明日で、うん、仕事終わる方もいれば、僕のように土曜日までお仕事っていう方もいるでしょうし、うん、シフト制でね、うん、休みが固定されてない方もいるかもしれませんけれども、はい、月曜日は祝日だ。うん、まあ僕も金土頑張れば日月お休みが来るんで、そうだね、はい、復帰した週ではあるんで、なんか久しぶりのねお仕事が続いてちょっと疲れやってはいるんですけれども、うん、頑張っていきたいと思います、うんうん、頑張っていこうね。そうですね、無理はせん程度に、うん、そうだね、うん、今日もねなんかあの働く日数3日とかもう1日でもいいんじゃないとか言われたしもう心配してくれてね、みんながな、みんなが、はい、久々に会う方にねな、うん、大丈夫ねって、だからよ、会う人会う人がね、でも本当に心配してたよって言ってくれて、うん、元気そうでよかったさとかね、みんな優しいんだまだ、うん、なんていうのかな、誹謗中傷がね、うん、多いネットの世界とは違ってね、やっぱりちゃんと膝つき合わせてというか、うん、面と向かって会えば、陰で何言ってるか分からんけどさそりゃもう信じるしかないでしょ。 そうそんなことこの人は言わないねって、面と向かって会えば悪いこと言う人って意外といなくてね、うん、でもどっかで俺は陰で何言ってるか知らんけどと思いながら、なんか俺歪んでるなそりゃやむわ
あっしデジド、あの人があんなことを陰で言ってるかもって思っても、うん、そのあの人が、うん、言ってるかもって思っちゃうんだよね。思っちゃうんでしょ。あの人が言いそうな可能性があるって思っちゃうんだ。誰に対しても思うよ。誰に対しても、うんうん、あ、陰で何をどう思ってるか知らんけどとかさ。へー、うん、歪んでんな腹の中ではどう思ってるか知らんけどとかさ思っちゃうよ。そうなんだ全然思わない。あ、そうなの。思っちゃう。まあでも気にしないようにはしてるんだけど。あ、でもなんか集団で何か言ってるかもなとは思ったりはするよ。集団で陰口、うん、普通だね普通だねそれ。うん、どうなんだろう。言いそうだね。まあでもね、ありがたく、ありがたいことに皆さん心配してくれて、うん、はい、元気そうでよかったって言ってもらえてるんで、よかったです。はい、ぼちぼち今後ね、体を壊さない程度に、うん、はい、またやっていけたらなと思ってます。まあ、それはちょっと痩せてね、シュッとしたいね。シュッと、あ、痩せたい。久しぶりにまたなんか YouTube 用に動画も撮ってるんだけど、うん、やっぱりぽっちゃりしてるよな。おじさんになってる。おじさん、いや、ぽっちゃりぽっちゃりぼってりぼってりしてね、ぼってりしてる。どん、ちょっともう40になるから。健太さんも来年には40になるよ。はい、2人とも40、ね、なるからね、ちょっと健康にも気使っていかないとね特に夏美だよ、本当に本当にね、うん、本当本当。はい、では、はい、はい、お聞きいただきましたのは、あ、すいません、はい、お聞きいただきましたのは PSP 用ゲームとある科学のレールガンのオープニング曲、はい、 Way to Answer でした。はい、はい、ではね、ぼちぼち、うん、なんていうかな、エンディングの方に行きたいと思いますので、エンディング、はい、よろしくお願いします。はい、メンヘラ城エンディングでございます。はい、エンディングです。はい、メンヘラ城第95回の収録が、はい、もうやがてで終わりになりますけれども、久々の1ヶ月ぶりの収録になりますかね。うん、はい、やっぱり何かしらね、ちょっとトークテーマとか準備してこないと、なんかちょっとグダグダなるな。いや、でもいつもと一緒じゃない。いつもグダグダみたいな感じ。いや、やめていただけます。いつもと一緒じゃない。あとマイクからね、外れてるから、ね。いつもと一緒じゃない。それも。それもいつもと一緒だね。あ、でもやっぱりトークテーマとかってね、ちゃんとやれてる。みんな参加しやすいよね。そう、トークテーマしやすいし。だからそれは優しさだね。うん。自分たちだけでね、だらだら話すのもたまにはいいのかもしれないけど、うん、聞いてくれてる人がね、やっぱりいるのがラジオだと思ってるんでね、それで成り立ってるというか、うん、みんなも参加できた方がいいじゃん。リスナーさんに親切であった方がいいと思うんでね。そうだね。次回はちゃんとトークテーマも考えて収録に臨まさせて、ね、うん、直してきやす、はい、いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、10時からの収録でしたが、うん、もう10時に1本目撮り始めて、うん、10時半から、ね、2本目撮り始めて、夏美さんもだいぶお眠ではないですか。そうだよ、お眠だよ。だからもう歩けないよ。歩けない眠くて眠くてどういう状態マジで愛用が上手って。夏美さんね、でも車乗ったら朝でも昼でも夜でもすぐなんかスヤーってなるよね。車乗ったら眠くなる。うん、いや、眠い時に車乗る。あ、眠い状態で車乗ってるからそのまま眠くなるっていう感じなの。いや、眠い、どっちだから、いや、だから眠い状態で車乗るからそのまま眠っちゃうのか、うん、車乗ったら眠くなるのか、どっちもじゃない？あ、どっちもある。どっちもあるはず。
それの、 あの2つをローテーションで やらせてもらってますよ、ね、やらせてもらってますその2つローテーションで。あ、だからね、すぐね隣でスーッて眠って。しかも最近もなんかご飯食べる夢ばっか見るわけ。車の中でさ、ご飯食べる夢ばっか見るからさ、うん、普通に眠ってるのにはって口をパクパクさせてるんだよね。そうそうそう、今日なんかそうめん食べる夢見てた。そうめん食べる夢見た今日、うん、それでそうめんの汁がこっちについてペロって舐めてるのを自分で感じてはって起きたなんです。そこまでなんかちょっと具体的にそうめん食ってたのか。そうめんだ、リアルってば。助手席であんだよ、うん、リアルリアル。まあでもいいですよ、元気な証拠だよ。まあまあまあ、はい、ではあの本日のメンヘラジオはここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした皆さんありがとうございます。見に来てくれた方々、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。夏美はね、もうね、あのおねむですからねお家帰ってお薬飲んで寝る寝るするよみんなも寝れ。おやすみ。おやすみなさい。バイバイ。